iPhone にチャット GPT が統合されるとシステムに AI が統合されるということになるんで、今までできなかったことっていうのがめちゃくちゃできるようになる。当たり前のようにみんなが使うようになる。新しい時代が来るんじゃないかなんて。はい、ということで今日の動画なんですけども、今日は先日開催された WWDC2024 で Apple が発表した Apple Intelligence について話をしていこうかなと思います。 Appleインテリジェンスということで、頭文字を取ったら AI なんですけども、まあ、今後ね、Apple が AI についてどうしていくのかっていうところですね。で、これ結論を言うとですね、まあ、いろんな発表があったんですけど、一番の目玉と言える部分は、iPhone に ChatGPT が統合されるということですね。まあ、今ね、皆さんが使ってる iPhone に ChatGPT が入るということで、まあ、これが一番大きな目玉のニュースだったんじゃないかなと思います。まあ、今までもね、ChatGPT っていうものは、2022年の後半ぐらいに出て、まあ、ずっと世界を席巻していてですね、まあ、チャット GPT 以外にも、ジェミニとかクロードとか、まあ、いろんな AI があって、この動画でもね、いろいろと紹介をしてきたんですけども、なんかね、それとは違った、まあ、iPhone にチャット GPT が統合されるっていうことで、結構ね、新しい時代が来るんじゃないかなんていうことも言われていまして、その辺のことをつらつらと解説をしていこうかなと、まあ、自分のね、思っていることとか考えみたいなのも話せればなと思います。で、今までのチャット GPT とか、まあ、ジェミニもクロードもそうだったんですけど、そういうものって何かっていうとですね、まあ、要するに何かお願いしたいことがあったら、チャット GPT とかを開いて、そこで何かお願いして文章を書いてもらうとか、そういうことをしてもらっていたじゃないですか。だから基本的には生成 AI だったわけですよ。生成 AI って何を生成するかっていうと、テキストとか画像とか、まあ、場合によっては動画とかそういうのもあったりするんですけども、そういうものを生成するということで、まあ、ジェネレーティブ AI とも言われていたわけなんですけども、これが iPhone とかそういうものに搭載されることによって変わると。で、どうなるかっていうと、結局 iPhone とかに統合されることで、まあ、システムに AI が統合されるということになるんで、だから今までできなかったことっていうのがめちゃくちゃできるようになるんです。要するに、まあ、システムに組み込まれちゃうんで、だから AI を使って、そのシステムみたいなことをいろいろ操作することが可能になるっていうことですね。今までのチャット GPT とかだったらそんなことできないんですよ。なぜかっていうと、あくまでブラウザ上で動いてるだけなんで。だから、ブラウザ上で何か、まあ、プロンプトとかね、メッセージを向こうに送ると、向こうのサーバーで処理されたものがこっちに返ってくるっていうだけなんですけど、そうじゃなくて、システムに統合されてしまえば、いろんなことができてしまうと。まあ、例えば、一番基本的な使い方としては、iPhone と ChatGPT が統合されることで、例えば、Siri にお願いをして、こういう文章を書いてっていうと、中で ChatGPT が動いて文章を書いてもらうとか、そういうことができるようになるわけですよ。まあ、だから今までみたいに ChatGPT 開いてどうこうするっていうことをする必要がなくなると。まずこれが一個ね。ただ言ってもこれってそんなに変わらないじゃんって思うじゃないですか。まあ確かにその通りなんですよ。別にこれ自体はそんなに変わらないと思うんですけど、そうじゃなくてシステムに統合されることで、システムの操作とか実行っていうのが AI がやれるようになると。で、具体的に言うとですね、例えば検索とかですね、スマホの中から何かを検索してほしいっていう時があるじゃないですか。まあこれが実際に初期段階からできるかどうかっていうのは別にして、例えばこういうことができるようになるっていう話をするとですね、例えば iPhone の中から、まあ写真とかメールとか、そういうものを検索したいときに、今までだったらどうするかっていうと、こうやって遡っていって自分の必要なものを見つける、もしくはキーワードで検索するわけです。例えば何かのメールを見つけたいときにはキーワードで検索する。まあ人の名前だったりとか、そこのメールで使われてそうな言葉っていうのを検索するんですけど、そういうことをしなくてよくなるんです。AI が入るんで、曖昧な検索ができるようになる。だから例えば何日か前に来た税理士さんからのメールを出してって言うと、それを出してくれるようになる。今まではこんなことできなかったんですよ。それをやろうと思うと、結局自分で探すしかない。まあ人間が考えて、人間の脳で考えてそれを自分がやらなきゃいけないけど、AI が入ることによって、AI がそれを考えてくれて、あ、何日か前に来た税理士さんのメールっていうのを言われると、期間もね、何日か前っていう風に絞れるし、まあ税理士さんからのメールで、まあ当然税理士さんからのメールだったら、メールの署名に税理士事務所の名前が入ってるかもしれないし、内容的にも税金のことを話してるかもしれない。そういうところで、候補っていうのをピックアップしてくれる。こういうことができるようになるってことですね。あとは、まあ、検索で言うと、例えば写真とかですね。写真とかでも、今目的の写真探すのって結構めんどくさいじゃないですか。写真の枚数ってもうめちゃめちゃたくさんあって、何千枚とか。まあ、人によってはもしかしたら何万枚みたいなのがあるかもしれないけど、その中で自分の目的としてるものを探すって結構めんどくさいですよね。まあ、日付みたいなのが絞れたとしても、まあ、いっぱいあるんで大変と。でもここでもやっぱり曖昧な検索ができて、例えば、子供の保育園の写真とか、子供の運動会の写真とか、そういうことを言うだけでも、それを、そのシステムと統合されているので AI が、まあ、画像を認識してそういうのを引っ張ってきてくれると。でも普通にめちゃくちゃ便利じゃないですか。まあ、当然検索だけじゃないんですけど、本当にいろんなことができるようになると思います。iPhone とかでも今って例えば設定の画面からいろいろいじったりするじゃないですか。例えば待ち受け画面を変えたいっていう時に、じゃあ待ち受け画面どういう風に変えるのかってで、わからなかったらそれを検索して調べたりするわけです。でもそんなことをしなくて良くなる、可能性がある。まあ、多分それは
近い将来そうなるんですけど、だから iPhone で AI とかね、まあ Siri とかでもいいんですけど、待ち受け変えたいんだけどっていう風に言うと、その待ち受けを変えるところに連れてってくれるとか、まあもしくはもうこの画像を待ち受けにしてっていうと、もうそのまま待ち受けを変えてくれる。いや、普通にめっちゃ便利でしょ。これ。だから今までだったら、そのできなかったようなことっていうのが AI をシステムにね、統合することでできるようになるので、今後はね、そういう今までとは全く違う AI の使い方っていうのができるようになるんじゃないかなと思います。まあ本命はそっちですよね。まあ生成 AI としてもちろん何かお願いした時にタスクをこなしてくれるとか、それめちゃくちゃ便利なんですよ。めちゃくちゃ便利だし、生産性めっちゃ高くなるんですけど、でもそうじゃない。本命はおそらくそういうシステムに統合されて、AI で喋るだけでそういうものを何でも操作するようになる。操作できるようになるっていうところが、おそらくもっともっと、一般的なインパクトで言うとそっちの方がでかいと思う。まあ言ってもチャット GPT とかジェミニーとかめっちゃ便利なんだけど、使ってる人って一部の一部じゃないですか。そのビジネスで使ってる人って本当に一部の一部で。まあそれ以外の人でもね、一般ユーザーでもほとんど使ったことがない。未だに多分7割以上の人は使ったことないとか、そんな感じだと思うんですよ。統計取ったら。でもそれが、当たり前のようにみんなが使うようになる。なんだったらチャット GPT とか、そういうものが中で動いてるとかも知らずに、これからね、スマホとかを使うときは、そうやって音声でスマホにお願いしたら何でも動いてくれる。でも実はその中で動いてるのは AI、チャット GPT だとかいろんなものが動いていて、そういうことをやってくれているという感じですね。今回はその Apple のね、WWDC っていうイベントだったんですけども、まあ、Microsoft も Windows で同じようなことやってます。Windows Copilot っていうのがあって、Windows Copilot は Windows に AI、チャット GPT とかね、GPT-4 みたいなのが組み込まれていて、そこでいろんなことができるっていう風になってます。これに関してはもうパソコン発売されているはずです。僕は触ったことないんですけど、実際。はい。ということで、Apple とね、OpenAI が提携をするということで、まあ、かなり大きなニュースにはなっているんですけど、なんかね、報道によると、Apple は OpenAI 側に金銭的なものを払ってないという報道もあったりします。まあ、これ実際どうなのかはわかんないんですけど、まあ、でも全然ね、その可能性はあるかなと思います。普通だったら、払うわけですよ、お金を。だって、Apple の iPhone に、そのチャット GPT みたいなものを統合させてもらおうと思ったら、当然その対価として OpenAI にお金を払うっていうのが普通なんですけども、それを払っていない。まあ、それこそ、検索エンジンとかでね、Google を使うときには、Google を検索エンジンとして使わせてもらうときには、Google にすごい金額のお金を払ってると。何百億円、何千億円っていうすごい金額払うわけなんですけど、まあ、普通に OpenAI のそのチャット GPT とか統合しようと思うと、まあ、そのぐらいの金額を払わなきゃいけないけど、払ってないと。で、これなんで払ってないかっていうとですね、iPhone にチャット GPT だとか、そういうものが統合されるのって、その OpenAI 側にもすごい大きなメリットがあるんですよね。もちろん、Apple 側にも大きなメリットがある。そういうふうに今までできなかったことができるようになって、iPhone がさらに便利になって、まあそのユーザーが増えるっていうところがあるんで、めちゃめちゃ大きなメリットあるんですけど、OpenAI 側にも、まあ言っても、所詮チャット GPT ってまだ出てきてね、間もないものなので、一般に普及してるかって全然普及してないと、使ってない人もめちゃくちゃ多いと。そういうところで、みんなが持ってる iPhone にチャット GPT が統合されることで、チャット GPT っていうのがもっともっと使われるようになる。で、チャット GPT とか OpenAI っていうブランドとか名前っていうのがすごい広まって、それが最終的に OpenAI 側の利益につながるっていう可能性もあるので、まあそういうところで、まあ Apple にも OpenAI にも両者にメリットがあるので、じゃあここは金銭のやり取りはなしにしようってなってる可能性は全然あるかなとは思います。まあ実際にどうかはわからないですけどね。まあとんでもないどえらい金額払ってる可能性はあるんですけど、まあそれはね、何かの時に情報が出てきたらまた、扱っていこうかなと思います。はい。ということで、今回は Apple が開催した WWDC2024 で発表された Apple Intelligence ですね。まあ iPhone に ChatGPT が統合されるということで。あ、ちなみに Apple Intelligence 自体は別にこれが、全てじゃないですよ。その Apple Intelligence って言われてるものの中の一つの機能として iPhone に ChatGPT が統合されるということらしいので。まあ他にもね、いろいろあったりするので。まあ絵文字とかね、そういうものを AI で生成してそれを送ることができるとか。なんかいろいろあったりもするので。まあそういうのね、興味あったらまた調べてみてください。はい。ということで、今後も最新 AI についてどんどん解説していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと、無料で参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティ AI ラボやっています。メンバー数が7400人を超えていて、大きな規模のコミュニティになってるので、よかったら入ってもらえると嬉しいです。AI の最新情報を共有したり、質問を相談したり、交流などができるコミュニティです。スラックでやっていて、誰でも気軽に参加できるので、よかったら概要欄のリンクから参加してください。あと、2024年8月2日、あと2ヶ月後ぐらいなんですけども、チャット GPT コーパイロットの教科書という本を出版させていただくことになりました。紙の本ですね。自分自身としては2冊目の著書ということになるんですけども。イラストとかそういうのをね、たくさん使いながら生成 AI について楽しく学べる本になっているので、これから AI を学びたい人も AI を触ってる人も勉強になると思うので、よかったら買っていただければと思います。Amazon 楽天などで絶賛予約受付中です。紙の本も、電子書籍もあるんでね、よければ、お好きな方を買っていただけると嬉しいです。ということで、今日の動画はこれで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。
ちなみに 1.5 プロがすごすぎて、チャット GPT がしょぼく感じています。使い方の問題ですから、ね、中西さんどのように感じてますか？ジェミニ 1.5 プロ、マジでよくできてる。マジでよくできてるね。それはね、言ってることわかるよ。方がしょぼいとは思わないけど、でもジェミニ 1.5 プロ結構やばいね。なんか、この前もうアップデートがあったのか、あったんですけど。それでやばいっすね。名前変わってないからあれだけど。ジェミニ 1.5 プロがアップデートされただけなんで名前変わってないけど。あれ、ジェミニ 2.0 プロとかに言ってもいいぐらいっすね。その方がわかりやすかったと思うけど。今度動画で取り上げますね。いや、精度めっちゃ高い。めっちゃちゃんと答えてくれる。GPT-4o もよくできてるけど、まあこの前比較動画出しましたけど、なんか、クロード3オーパスが微妙だなって感じますね、最近は。最近、チャット GPT から画像生成にハマってミッドジャーニーに移行して、今日ステーブルディフュージョンデビューしました。画像生成とても楽しいですね。楽しいよね。最近でもあんまりやんなくなっちゃったの。必要に応じて使うけど、そんなになんか、ずっと画像生成してるみたいな感じじゃなくなっちゃう。検索エンジンの AI 化が進む中、ブログの収益を柱とする企業にとって SEO 戦略やコンテンツ制作にどのような影響があるとお考えですか？具体的な対策やご見解をお聞かせください。どのような影響があるとお考えですか？まあ、それは AI で問題解決する人が増えれば、少なからず検索エンジンからの集客は減るかなと思いますけどね。まあ、でもそんなにかな。別に全部が全部減るとは思わないし、それが嫌なら別に SNS とかで違う戦略でやったらいいんじゃない？っていう感じです。なんか一個の手段でしかないので、これ前から言ってますけど、まあ、そもそも、AI 関係なく SEO 上がらないブログはこんなって言ってる人いるんですけど。いや、SEO やめりゃいいじゃん。集客経路山ほどあるんだからさ。YouTube から集客して月100万稼いでる人なんて今時ゴロゴロいるしさ。インスタと YouTube、インスタとブログ連動させて月100万稼いでる人もゴロゴロいるしさ。インスタとブログ連動させて月100万稼いでる人ゴロゴロいるからさ。で、自分が SEO しんどいと思ってんの、なんで SEO やってんのってすごい思う。いけると思うならやればいいし、別にダメじゃないんだけど、その何をね、どう選ぶかっていうのは本人次第だから。でも本人がしんどいと思ってんのやめたらいいじゃん。まあ、それでブログもそうなんだけど、なんかブログが、まあ、オワコンだとか、もう稼げないと思うなら別に他のことやればいい。僕は本当にそこに固執はしない。まあ、自分自身だって、その、ハンズプラスっていう代行サービスみたいなのを始めて、もうリソースがなくなっちゃったから、ブログとかは今は、まあ、既存のやつはあったりはするけど、でも基本的にはやってない。でも別にそれでいいと思ってる。なんかブログやってなかったら、じゃあ、今までの知識とか経験とかが全部、降って消えてしまうのかって、別にそんなことない。今まで蓄積されてきたものは、いくらでもあるわけで。だからなんかその時の自分が一番いいと思う選択を取ればそれでいいんじゃないかなと思いますけどね。チャット GPT で記事を書いているんですが、ここ最近いきなり Google 検索順位が下がりました。Google の AI にバレているんでしょうか？まあ、アップデートの影響じゃない？ここ最近だったら。まあ、てか普通にバレてるよ。AI の記事かどうか普通にバレるよ。AI の判定のツールとかあるしね。オープン AI も出したりするから。まあ、でも、Google は明言してるけど、別に AI で書いた記事だから落とすとかもない。まあ、でもそれはそう思う。別に AI だからダメだってことはないし。まあ、でも、基本的にやっぱ AI で書いた記事って、そのね、人間が魂とか情熱を込めて書いた記事に比べて役に立たないものが多いから、まあ、その順位上がらなかったり、SEO で落とされたりするわけで。どれだけ努力しても、この人ブログ向いてないなって感じる人の共通点ありますか？なんだろうね。とにかく自分がお金を稼げればいいと思ってる人かな。は向いてない。だから別にその考え方がダメだと思わなくて。なんかビジネスでとにかく自分がお金稼ぎたいからこうだっていうのが、別にそういうやり方もなくはないから。そういう戦略を考えればいいけど、ことブログにおいては難しいと思う。なぜかって言ったら、とにかく、そのギブしまくって、自分の認知度だとかそういうのを上げていったりしないといけないから。ギブしまくるみたいなことができないから、自分のお金が一番ってなっちゃうと。なんかそういう人はもう総じてうまくいかない。結局、なんか役に立つ記事を書かなきゃいけないんだって思って、1、2記事めっちゃ頑張って書いてもめんどくさいからやめたってやめちゃう。結局お金稼ぎたいんじゃなくて楽にお金稼ぎたいみたいな人が多いからね。ブログの特典についての質問。A8 は確か売上10万円くらいから特典申請フォーム画面が追加されるみたいですが、中地さんは売上出たら特典交渉した方がいいとよくおっしゃられているかと思います。具体的に何件もしくは何円くらい売上が出たら交渉しますか？ 5 件ぐらい。まあ、僕の場合は担当者がいるんで、割と気軽に聞きます。っていうか、売れてなくても聞きます。聞くときは普通に。売れてなくても、特典どのぐらい出ますか？みたいなのを聞く。まあ、その、どのぐらい特典出るかによって最終的な収益とかにも関わってくるし、まあ、どのぐらいのリソースを割いていいかとか、そういうのにも関わってくるから。まあ、でもその話は大体あれか。最初に聞いちゃうかな。てか、教えてくれる？最初に。
通常単価このぐらい、特単このぐらいっていう案件の一覧みたいなのをもらいます。そこには承認率だったり、制約率だったり書いてあるものが一覧でもらえるので、それをもとに、こういう案件を扱おうっていうのを最初に決めます。ああ、あさって会議ね。この話、なんかすごい良かったから、また改めて YouTube の動画でも、なんかちょっとね、台本作って喋ろうかなと思うけど、軽く喋ると、あさって会議何かっていうと、うちの会社で3ヶ月に1回ぐらい、社員で集まって、会議やってるんですよ。その普段は完全リモートで働いてるんですけど、まあリアルで集まる機会とかね、あるといいなっていうことで、何年ぐらい前 ?2 年ぐらいかな ?3 年はいかないと思うけど、まあここ1、2年、そういうのを3ヶ月に1回やってて、まあ普段は全国で働いてるんだけど、まあ大阪にみんなでね、集まって、交通費、宿泊費、会社負担で集まって2日ぐらい会議するっていうのをやってまして。で、それの名前があさって会議なんです。っていうか今までは社内研修って言ってたんですけど、まあ社内研修っていう感じでもないから、名前どうしようかっていうので、有名なね、サイバーエージェントが明日会議っていうのをずっとやってるっていうのはまあ有名な話なんですけど、じゃあ明日会議よりその先に行くということで、あさって会議だっていうことを、うちのスタッフの C ちゃんが言ったので、あ、じゃあそれでっていうことであさって会議になりました。俺そういうすげえ単純なというかシンプルなネーミングめっちゃ好きなんで。で、あさって会議。まあ何喋るかっていうと、会社の現状ですね。課題とか、個人の課題とか、あとは、まあ前回のあさって会議からの振り返り。前回こんなのが出ました。じゃあそれがどのぐらい終わりましたとか、まあ現状の事業どうなっているか。で、まあ今期と来期の目標どうなのかとか、まあ僕がこう日々働いているみんなを見ていて気になることとか、こういうのを改善していった方がいいよねみたいな、まあみんなってその会社のね中だけじゃなくて僕も含めてなんですけど、で組織の体制どうするとか、そういうのをね話し合う場なんですけど、まあ昨日今日朝から午前中からここまで丸2日間使ってやってたんですけど、めっちゃ良かった。今回めっちゃ良かった。まあ毎回めっちゃいいんだけど、今回なんか特に良かった。何が良かったのかあんまりまだ言語化できてないんだけど、めっちゃ良かったっすね。ほんと。まあそれぞれちょっと、そのあさって会議の中でワークみたいな時間をとって、まあ3分とか5分とかなんですけど、今の会社の課題として感じていることをみんなにこう整理して発表してもらったり、個人の課題として考えてることを発表してもらったりってしてるんだけど、でまあそれについて僕がコメントをしたり、わかんないことがあったら、ああしてる、こうしてるみたいな。まあ自分はこういう風に考えて今こうなってるみたいな話をしてて。よかった。参加した。従業員なんですけど、社員が参加してるんですけど、そこは人の満足度も高くて、すごい良かった。すごい熱く語ってしまった。例えば、数字を伸ばすために施策を考えなければいけないんですけど、まあ、今回のあさって会議自体は3ヶ月に1回なんで、まあ、次のあさって会議までのアクションみたいなのを決めるんですけど、何をやるっていうの。まあ、細かいね、打ち合わせみたいなのはまた別であるんですけど、まあ、それで、例えば何でもいいんですけど、ブログでもいいんですけど、アフィリエイトとかで、じゃあアフィリエイトの事業で目標はこのぐらいですっていう時に、じゃあその目標を達成するためにね、目標に届かなさそうだったら、なんとかそれを売上を上げなきゃいけないわけですよ。でも売上上げるっつったってさ、ただ記事書いてれば上がるかってそういうわけじゃなくて、いろんな施策をやんなきゃいけないんですけど、その施策をどういうふうに考えるのかっていうので、僕はそういう仕事なんで、今までもね、ずっと施策を考えていたんですけど、まあこれは僕一人が考えるっていうようなものじゃなくて、やっぱりみんなで考えていかなきゃいけないもの。まあそれぞれのこう事業部ごとに責任者がいるんですけど、だから YouTube、まあ動画の事業部だとか、その制作の事業部とか、アフィリエイトとかで事業部、責任者みたいなの。まあ今までちょっと曖昧で肩書きみたいなの作ってなかったんですけど、今回のあさって会議で肩書きを作ったんですけど、でそれぞれの責任者がその目標を追っていくために、じゃあ施策どうするっていうのを日々考えてそれをやっていかなきゃいけないんだけど、施策ってそもそもどう考えたらいいのかみたいなので、まあ、今まで僕がそういうのを全部やったんで、まあもちろん他の人が何もやってないとかそういう話じゃないけど、でも改めてその施策を考えなければいけないとなった時に、なんかどう考えればいいかわからないって言われたんで、自分がどういうふうに施策を考えていて、例えばここでこういう施策をやったんだけど、この施策っていうのはこういうことを考えてやったんだよみたいな話をしたんですけど、めっちゃいい話だった。自分で言うのもなんなんだけど、めっちゃいい話だ。あれはね、お金取れる。すげえ真面目に語ってしまった。しかも時間もさ、そこそこあるからさ、丸2日間で。施策の話結構やった。めっちゃ大事な話だから。だってその施策をみんなに考えてもらえるかどうか、みんなっていうのは社内のね、責任者がちゃんと考えられるかどうかっていうところで今後全然違うからさ。今までだったら僕が全部考えてみんなに下ろして、こうやってねっていうことを言うことが多かったんですけど。でもそうじゃなくて、それぞれの事業部の責任者というかトップがそれを考えて僕にそれを上げてくるっていう風に今はしてるんですけど、まあそうなるように今回のあさって会議でやったんですけど、
回ればいいな、それ。いや、よかった。なんかすごいよかった。まあ、会社としての課題とかやるべきことっていうのも見えて、まあ、今期の IT が非常に楽しみですね。まあ、目標を立てたんで、まあ、自分の中では割とその目標、まあ、要は売上目標みたいなものも立てるんですけど、それぞれの事業部でこのぐらいの売上目標を考えている。で、その根拠はこう、みたいな。で、もちろん、それは僕が一方的に決めるものじゃなくて、その事業部の、まあ、事業部長ね、一番トップが、納得しないものだったらダメなわけじゃないですか。僕がやらせてるっていうためだから。それで戦おうぜっつって。無理だと思うなら今言ってくれ。でももちろん僕はそれで考えてるから、向こうの事業部長がね、いや、この目標は無理だと思って言われたら、俺はそれを論破しにかかるって。それはだって会社としてはこうしてほしいってのがある。で、向こうとしては、いや、現場としてはこうだ。もちろんここは戦わないといけない。だって無茶な目標をさ、事業部が受け入れちゃったら、それに向かってやんなきゃいけないわけで。当然、未達ってなったら評価下がるし、会社の雰囲気も悪くなるというか、僕も場合によっちゃ怒らなきゃいけないっていうのがあったりするから。いや、結構ね、痺れたね。まあ、ちなみに、まあ、楽しいところもあると思うけど、まあ、でも結構、大変。厳しいというか、なんだろうね。普通にダメなところはダメっていう。こういうところはダメ。こういうのやってるけどダメだからこうしないとダメだよっていう話は全然するし、開幕の方でも、あさって会議ってみんなで議論する場所だから、話を聞いてるだけだったら参加してる意味ないから、発言してくれ。それ嫌いな人いるでしょ？嫌な人いるでしょ？僕も結構そういうの嫌なタイプなの。あんまりそういうの、なんか考えてるんだけど何発言したらいいかわからないみたいなタイプだったりするんだけど、まあ今は自分が立場的に、ね、経営者で上に立ってるから、だから基本的には自分が喋ることが多いけど、でもやっぱもともとそういう発言とかが得意な方じゃない。まあ今でもそんな得意な方じゃないんだけど。まあでも、そのね、あさって会議みたいな。まあ要は会社、あさって会議の目的自体は今の会社の現状把握と課題を発見して会社を前進させることっていうのを目標にやってるんですけど、そのためにじゃあ聞いてるだけで前進するのかってしないじゃん。だからちゃんと発言はしなきゃいけないし、何発言したらいいか分かんないんだったらめちゃくちゃ考えて発言してくれ。それ給料払ってやってるわけだから、何も発言しないのはダメだ。っていう話をし、あともう一つはイエスマンになるな。別にイエスって言ってほしいわけじゃないから。基本的に何もしないと僕の意見取っちゃうわけですよ。もう僕がね、一番それは知識も経験もあるし、その会社の土台を作ってきて、今でも。やっぱりそのコアになるところっていうのは僕やってたりするから、そういうところで僕の意見通りやすいんですけど、ダメなものは本当にダメだって言ってもらわないと、僕は暴走する可能性もあるわけね。っていうのから始まり。普段だったらあんまりそういうの言わないというか、いや、俺もね、気使うわけよ。やっぱ言いにくいな、みたいな。例えば自分が頼んだ仕事がさ、このぐらいでできる、2週間ぐらいでできるとか、できれば1週間ぐらいでやってほしいなって思ったところが1ヶ月ぐらいかかったりする。でもそれもまあ忙しいからとかって思ったりするところはあるんだけど、まあそういうのもちゃんと直そうねっていう話をしたんですけどね。1週間とかでやってほしいんだったら、まず1週間でやってほしいって言って、無理なら無理って、ちゃんと議論しないとダメだよね。ちょっとリモートだからコミュニケーションがね、どうしても取りにくいところがあって、コミュニケーション不足っていうのは結構あって、まあそれによるトラブルまではいかないんだけど、認識の違いだったりとか、まあ、全体的なこう、スピードが遅くなっているところがあったんで、まあそれを改めて話してね。だから、このタスクを振ったとき実はこうだったんだけどっていう話をしたりと。言いにくいことも言います。めっちゃ言います。もうそれはそういう場所なんで気使いません。まあ気使わないわけじゃないけど、言葉はちゃんと選ぶけど。だからみんなの普段の業務を見ていて、こういう問題点があると思います。自覚がある方、挙手をお願いします。みたいな。みんな手やがった。まあそうなんだよ。みんなだから。まあ数字に弱いとかね。数字知らなすぎみたいな。目標というか、なんだろうね。まあいいや。その辺の詳しい話はまた、ちょっと YouTube でやろうかな。いや、ほんと楽しかったから。いや、それ、昨日なんかね、コメントでも、機嫌がいいっていう話があった、してくれたんですけど、それは多分そういうことです。昨日も明後日会議で、割といい感じの話ができたなと思って、多分それで機嫌良かった。やりきった感があった。まあ、やりきった感っていう。2日のうちの1日目なんで、終わってないけど。まあ、今日で終わりだったんですけど。いやー、良かったね。ここから3ヶ月楽しみ。まあ人も増えてるしね。結局、プラスの方で80人ぐらいって言ってたんですけど、もうそろそろ100人超えるんで、増えてます。まあ2ヶ月後ぐらいには200人ぐらいまでなってるといいなと思うけど、ただね、採用もなかなかしにくくはなってきてるんで、ちゃんとそこも考えていかなきゃいけない。どういう風にするかっていうのは。っていうのが明後日会議です。と、人的リソースの有効活用、日本企業の弱いところだと思います。基本トップダウンで終わってしまう。きちんと立場の違う人と議論して問題点発掘しないと、上に立つ人が人を雇ってる意味がないと思う。中地さんの取り組みは素晴らしいです。ありがとうございます。そうだな。まあ、うちもそんなにあんまりやってなかったんですけど、結局トップダウンで僕がやりたいことを、なんかみんなに手伝ってもらうみたいな。これやってね、これやってねっていうのは結構やってたんですけど、やっぱ限界があるんです。どこまで行っても。それって。今とか特にそうなんですけど、人がどんどん増えてきて、やっぱ僕ももう
わからない人も多くて、何人いるかも正直正確には把握していないところもあるので、まあ日々増えてるからっていうところもあるんですけど、だちょっと前が80人、今100人。で、多分6月が終わる頃には100何十人みたいな感じになっちゃうんで、そうすると、今まではもう僕の目の届く範囲で起こっていることだったので、トップダウンでも全然良かったんですけど、そもそも見えてないんだから、トップダウンで下に落とすこともできないじゃん。だから、その下から上げてもらわないと、どうにもならないので、そういう意味で、やっぱりちゃんと、まあ事業部ごとに責任者作って、もうこの事業部はあなたが責任者だから、あなたちゃんとやってねって。まあ結局その上には僕がいるわけなんで、何かあったら僕が責任を取るし、僕の責任ということにはなるんですけど、それでもやっぱり、その事業部で、売上を上げるとか、その売上が上がるために円滑に業務を進めるためにどうするとか、施策どうするとか、そういうのはやっぱトップが考えなければいけないんで。まあ、ただそれも、あれかその話を俺あさって会議でしようと思ってし忘れたな。施策が思いつかないみたいな話もあったりするんだけど、まあそれ考えてもらわないといけないんだけど、でもどうしてもさ、どうしていいかわかんない時ってあったりするじゃん。それを別に事業部長がね、トップだから、僕はそれを、いやお前が責任者なんだから考えるよっていう気は全然なくて、わかんないっていうんだったら、わかんないんだったら、それを相談してくれれば、別に相談に乗ることはできるし、僕が何かを提案するっていう可能性もある。まあもちろんそれは責任者だから考えなきゃいけないっていうかもしれない。だって僕が何でも考えていたら成長できないわけで。でも少なくとも、施策が思いつきません。相談に乗ってくださいっていうのは責任者から言ってもらわないとやっぱり困って。それはやっぱりそういうのをそもそも考えなきゃいけないっていう意識を持ってないと、それができないから。だからそこの意識とかそういうのは、変わるといいなと思うね。今回のね、あさって会議で。だから予算とか、目標とか予算とか割と曖昧にしてたんですけども、それもちゃんと事業部ごとに設定して、事業部の目標これです。まあ細かいところはまた後日やるんですけど。で、予算とかももうそれぞれ YouTube で予算はい、月にこれ、ハンドクラスの方で予算これみたいな。ので、この中でちゃんとやってね。でも予算は無駄に使ってもいいわけじゃないけど、使わなくてもダメ。だって予算を使って、それでスピードが速くなって、結果的に会社が前に進む、売り上げが上がったりするんだったらそれがいいわけで。だから予算の使い方ってのはちゃんと考えなきゃいけない。まあ、そういうのもやっぱり明確にするとね、考えるようになるじゃん。今までだって別に何か変わったわけじゃないんですよ。その、例えばハンドプラスとかで、制作を円滑に進めるためにこういう人がいるっていうんだったら、その人お金出してそういう人を連れてこないといけない。で、別にそれはそういう提案をしてもらったら別に、それがいいと思うんだったら僕はいいよって言うんですけど。やっぱなかなかそういうのは難しくて。まあそういうのやるとき、やるってなると僕は多かったんですよ。こういう人がいないからこういう人を連れてこないとダメだよね。じゃあお願いってそこまで、そういうタスクを渡してたんですけど。そうじゃなくて、予算があって、なんかこれを、だから全然その予算を使ってなかったら、もっとこの予算を使わないといけないと。じゃあ、費用対効果のいい使い方って何だろうって考えて、いろいろと案を出して、その中で、こう、考えた施策をね、持ってきてくれたらいいなっていうので、満足度高かったです。話は戻るけど。なかなか普段そんな話をしてる時間もなかったりするんでね。レンタルサーバー一つで複数サイト作ってます。どれくらいでサーバー分けた方がいいとかありますか？いや、別にない。なんかまあ、アクセス数で分けるたりはするけど、あんまりないね。そもそもレンタルサーバーって、自分以外もそこにいっぱい突っ込んでるから。だから自分が一個ずつ分けたところで、なんかマンションみたいなもんなんで、他の人がいっぱい突っ込んでたりするから。まあ、そんなに分ける意味ないじゃない。まあだからって言って30個も40個も1個のサーバーに突っ込んだりしないけどね。あとはもう管理のしやすさだけかな。別に5個ずつ分けてもいいし、10個ずつ分けてもいい。中西さん、経営の勉強どのようにされてるんでしょうか？もう自分でやってる。自分で地平道を吐きながらやってるね。それで言うと。もちろん本読んだりもしたことあるし、今でも本読んだりするし、YouTube 見たりとか、ネットで調べたりすることもあるし、他の人に聞くこともあるけど、でも9割ぐらいは自分でもういろんなことをやって、ああでもない、こうでもないっていうのをやって、今に至るって感じ。まあ、まだまだペーペーだけど、ペーペー。なんか新米、新人中の新人って感じ。そんなに規模も大きいわけじゃないし。まあ、今大きくなってきてるところっていう。まあ、本当に駆け出しな感じだし。でも、数年前、それこそ、1年前でもいいんだけど、そこから比べたらめっちゃ成長してるなと自分で思う。元が低すぎるだけってのはあるけど。でも考え方とかいろいろ全然変わってきてるなと思う。その会社に対する、事業に対する考え方とか。あ、でもこれは動画でも言ったことあるし、生配信の中でも言ってるけど、やっぱ積み上がることしかしないって決めたのはめっちゃ大きかった。何年か前に。あ、もう積み上がること以外やめようと。自分の得意な領域とか、そこから出るのはやめようって決めたのはすごい大きかった。それ決めてなかったら、まちゃんうち倒産してた可能性ある。今頃。だから、僕はブログとか SEO、今だったら AI とか。その辺で認知を持ってるし、その辺で事業を作れば、
基本的には負けることはない。負けるって、なんていうの、赤字になるっていうことはなくて、黒字なんだけど、それ以外の領域でやると、やっぱ基本的には負けることになることがほとんどだから。だから今はもうブログとか SEO とか、ライティング、AI とか、その辺の文脈でしかもう事業を構築しないって決めてる。まあ、だから YouTube とかだって、まあそうだし、ズプラスだって、まあブログ代行サービスとか、まあウンドメディアとかもやるけど、法人の、そういうところだし、まあワードプレスのテーマとか、プラグインとか、全部そう。もう本当に、まあ、そうすると何がいいかって言ったら、やっぱり事業ごとのシナジーが生まれるんですよね。相乗効果。ごめんね、横文字使いたい。テンション上がってるけど横文字使いたくなっちゃう。だからこっちの事業がうまくいくと、こっちにもそれがいい影響が出て、で、それがこっちにみたいなのが、こう、ぐるぐる回るようになってる。独立した事業っていうのがない。これは他の事業と全く関係ないみたいなのが今はもう、ないかな、一個もないと思う。前はあったんだけどね、そういうのが。でもそれはやっぱり、手取られるだけでうまくいかなかったから。今は基本的に全部の事業が連動してる。だから、例えば、まあ YouTube で認知を獲得して、そうすると、それこそハンズプラスっていうのに、みんながね、代行サービス申し込んでくれて、で、代行サービス申し込んでくれたら文章力必要になるから、そのできた時間で、例えば SEO ライティング実践講座申し込んでくれて、とか。で、ウェブライター向けのサービスとかもやるんですけど、まあモニターとかやってね、今実験中なんですけど、もうライターとして、こうスキルを磨いてライターになってくれたら、なんだろう、うちの、ね、ライターさんいくらでも募集してるんで、そこで仕事をしてもらって、とか。そういう感じで。全部こう、連動するような感じで、一応ビジネスモデルというか、仕組みみたいなのは作ってますね。まあでもそういうのも結局本当に何かを見てそうしたわけではないかも。ああでもそうだな。でも YouTube とかはやっぱり見てるけどな。自分でやっぱ会社経営をして、事業を作って、失敗して、お金なくなってピンチで。そういうの本当繰り返すうちに、ああでもない、こうでもない、した方がいい、これはダメだとかっていうのはやってきて、まあ今でももちろんね、トラブルとか、いろいろあるけど、困ってることとか、悩んでることとか。でも、だいぶ、なしにはなってきたかなとは思いますね。数年前に比べたらよっぽど。まあ、事業としての安定感みたいなのもあるし。まあ、だから、ちょっと前だったらね、ほんまにこう、アフィリエイトばっかりみたいな。で、アフィリエイトばっかりやってると、やっぱ安定感って全くなくて。まあ、それこそ月に1000万だろうが、1億円だろうがゼロになる世界だから、翌月。安定感は全くないんだけど。だから、そういうアフィリエイトみたいな安定感のないものをやるんだったら、ちゃんと安定感のある事業も一緒にやんなきゃダメ。まあそういうこと、ハンドプラスとアフィリエイト比べたら、それはハンドプラスの方がいい。まあクライアントワークなんで、よっぽど安定感があるから、そういうのと一緒にやろうみたいな。で、もちろんアフィリエイトの方はアフィリエイトの方で、売り上げ作りやすいから。だから、まあ今はね、ハンドプラスの方で制作やっちゃってるんで、アフィリエイトのリソースないけど、ちゃんとその、あさって会議の中でも、アフィリエイトもう一回やろうということで、じゃあ今期の目標、こう、来期の目標、こう、みたいなんで、話をしてる。サイト設計しているうちに取得したドメインがサイトに合わないと感じています。この派だと、.com を無料で取得できるドメインが一つと知りました。この場合、有料で新しく取り直す方がいいのか、微妙と思いつつ、既存のドメインで良いのか、どっちがいいですか？と聞こうとしましたが、自分で微妙だと思っているなら取り直せばいいのになんてしないのと、私の中のリトル中地が言うので、ドメイン取り直します。自分で微妙だと思っているなら、取り直せばいいのに、なんで取り直さないの？と、ビッグ中地も言っています。取り直そう。だからそんな微妙なもん使う意味ないよ。自ら会議など提案して社内の声を拾い上げようとしてくれる社長業の人なんてなかなかいらっしゃいません。やりたいと思ってもやれないところも多いと思います。以前家族の勧めていた会社の社長と真逆すぎて、その社長から見事に社員は離れていきました。おお、中地さんのような人に人はついていくんだというのがよくわかります。まあ、どうなんですかね。わかんないですよ。そのみんなが見えてるのと、社内で見えてる僕っていうのは違う可能性は全然あるので。だからめっちゃ嫌なやつかもしれないじゃん。実際そういうとこもあると思うよ。立場的にやっぱ怒んなきゃいけないというか、ダメなことは本当にダメだって言わなきゃいけないし、いや、それありえないでしょっていう時も全然ある。それは。まあでもしょうがない、それは。もう本当に、そうじゃないと。ね。その全部が全部、僕の価値観とか、僕の基準でできるわけじゃないし。まあそれがいいとも思わないけどね。だからそれは多少なりとも不満を抱えたりとか、僕に腹立てることもあると。こうやってなんか生配信とか動画で見るのとはやっぱり違う。まあでも、なんかね、ついてきてくれるといいなと思ってやっています。立ち上げる前に申し込みました。ジャンルをお伝えしたらそれは厳しいかもと言っていただき、ジャンル選定から相談できて不安なくなりました。気になっている方はすぐ LINE で相談するか説明会に行きましょうと。説明会行きたかった。そうだね。ちゃんとやってる。なんか、結果が出るかどうか、稼げるかどうかみたいなのも知らんっていう話になるんだけど、もうそれは、ね、自分の頑張りによるとしか言えないけど。まあでも少なくとも自分が見てそれをどう感じるのかっていうのはちゃんと言うようにしてる。まあでもあんまりこれで言うとうまくいかないっていう話はしないように してるね。なんかその話もどっかでしたことあるけど。結局自分が微妙だって思うって言ったらさ、テンション下がるじゃん。なんか微妙だって思うならじゃあやめとこうってなっちゃうし。本来ってそこで頑張れば成果出たのに、僕の一言でそのテンション下げてうまくいかな、するというか失敗するきっかけを作りたくないから。
まあ、だから何でもそうなんですけど、やり方次第でうまくいくし、やり方次第でうまくいかないっていうところがあると思うので、だからよっぽど先が見えないというか、どう考えても無理でしょみたいなもの以外は別にダメだとか言わない、ジャンルに関しては。だからそれこそ別にダイエットでブログ作りたいんですと思ってるんだったら別にいいんじゃないですかっていう。言うけどね、一応。SEO 厳しいと思うから、ちゃんと SNS でも集客できるようにした方がいいですよって。まあ、うちのハンドプラス自体は SEO でも SNS でも対応できるように作るんで、だから、さっきも言ったけど、普通だったらブログと SNS の併用なんてできない。もう時間的に絶対できないんだけど、ハンドプラス使うんだったら、その記事書く時間っていうのがめちゃめちゃショートカットできるから、SNS の運用もできるから。だからどっちもやったらって。SEO で上がるならそれに越したことはないし、でも SEO ダメでも SNS の方がやっとけば SNS から集客できて、それで収益上げられる可能性あるから。結局ダイエットとかってまあそれこそ YMIL だと思うけど、別に SEO 離れたら関係ないわけで。それこそまあダイエットとか、例えば美容医療みたいな、そういうので SNS から集客してブログで売り上げ上げてる人なんていっぱいいるし。何回もライブ聞いているとだんだんハンドプラスでやりたくなってくる。いやそうなんですよ。それを狙ってる。やっぱね、マーケティングの基礎なんだけど、やっぱり同じ話何回もしないとダメで。まあ前もね、ライブ配信とか動画でも言ったことあるのかな。その、何回も同じ話をされてうざいっていう人いるんだけど、お前違うのよ。何回も同じ話しないとダメなのよ。その、本当に10回で申し込まないけど、100回聞いたら申し込むっていう人、マジでいっぱいいるから。だからさ、ずっとインフルエンサーで、それなりにこうビジネス系で目立ってる人だってずっと同じ話してるじゃん。それこそ、キングコングの西野さんなんてさ、もう何年オンラインサロンの話してるんっていう話でさ、ずっと話してるでしょ。で、ホリエモンだからってさ、その、いろんな YouTube とかテレビとか出るたびにさ、ロケットの話して、その、コムニの奴隷っていう FC の話して、パン屋さんの話してさ、自分のサービスの話をずっとしてるじゃん。他の人だってそうだ。それは何かっていうと、やっぱそれが仕事だし、そうしないと動かない人たちっていうのがいっぱいいるから。一回聞いても、ふーんで終わっちゃう人っていうのはいっぱいいて。これは本当何でもそうなの。だから AI ラボとかってコミュニティを僕はやってるんですけどね。まあ7000人を超えてる結構大きなコミュニティで、まあ AI の最新情報を学べるコミュニティなんですけど、これもひたすら何回も何十回も聞いて、それで AI ラボ入ってるっていう人は多分いるんだよ。この配信聞いてる人の中にも多分いるんだよ。その AI ラボやってるっていうのはもうずっと、いつからやってるのか覚えてないけど、まあ1年ぐらい前からやってると思うんですけど、1年ぐらい前から知ってたけど、今月入りましたっていう人多分いるんだよ。それそういうことだ。これやっぱ繰り返し繰り返し言って、浸透させて、じゃあ申し込もうかなって、まあ申し込もうとか入ろうとかって思ってもらうって、マジめちゃくちゃ大事なことなんで。だから、なんか繰り返し伝えるとかって本当大事。まあこれはね、一本の動画の中でもそうなんだよね。なんか、よく言われるんだけど、その動画の作り方とかでも、なんかまとめれば1分で終わるような話を無理やり、10分とか20分に引き伸ばしてるって言われるんだけど、何も分かってない。何も分かっていない。そう思ってる人。違うのよ。1分とかで喋っちゃうと、そんなの、まあそもそも理解ができないっていう人が多いし、なんか何回も何回もいろんな角度で喋るっていうことが重要なの。そうじゃないと伝わらないから。まあこれも、だから極端な話、角度変えなくても、同じ話でも何回も何回も聞いてるうちに理解できるってことは人間マジであるから。だから、那覇行きの飛行機の話なんてもうずっとしてるじゃん。俺何十回こすってるのか分かんないけど、何十回どころじゃないか、多分何百回ってこすってるんだけど、あれも最初のうちはなんかあんまりよく分かんないなって思ったけど、多分100回ぐらい聞いてるうちに、あ、なるほど、そういうことなんだって思う人絶対いるんだよね。だから本当繰り返し伝えるっていうのはマジ大事なことなんで、これはね、覚えておいてほしい。自分がマーケティングとかセールスをやるんだったら。これマジ基礎なんで。メルマガとかでもそうなの。メルマガとかでさ、何か物を売るとかっていう時もさ、一個の商品を一発バンって宣伝して、それで売れる数ってたかが知れてんだよね。それをずっと何回も何回も繰り返し繰り返し毎日毎日セールスし続ける、紹介し続けるからそれが売れるわけで。まあだから大体一回言ったらわかるとかって言ってる人はもうね、申し訳ないけど自分のこのビジネス経験がないというのを言ってるだけなんで。一回言ったら終わるなんてそんなビジネスありえない。そんな人いるか？ジョブズがさ、iPhone 売るときにさ、iPhone 一回紹介して終わるなんてことありえないじゃん。iPhone 出るためにマーケティングするし、あの手この手で成立するわけじゃん。だから本当に大事なことで。まあ当然うちにしてみたら、ね、ハンズプラスっていうサービスはめちゃくちゃいいサービスで申し込んでほしいと思ってるもので、まあ今年来年ぐらいは、だって自社のメディアをさ、今まで主力だったというかさ、もうずっと、
メインだったその自社のメディアやらないでこっちの、まあ、ハンズプラスっていう代行サービスやろうと思ってるぐらいだから、まあ結構かけてるわけですよ、このサービスに。まあもちろんこれがうまくいかなかったらどうこうではないけど、また別のことをやるんだけど、まあそれでも、やっぱそうやっていい商品で、ちゃんと会社としても売っていきたいと思っていて、しかもいい商品なんだから申し込んでもらう方がいいわけよ。まあ、いつも言ってるけど、結局、じゃあブログをやろうとするときに一人でやったってさ、うまくいかないわけですよ。まあ時間がないからなんだけど、大体の場合。あとモチベーションが続かないとかさ、まあいずれにせよ結局記事書けてないっていう話じゃないですか。で、記事をもしかしたら書けてるかもしれないけど、でもただ記事書いてるだけみたいな。それってブログ運営じゃないじゃんって。前も言ったんだけど、それウェブライターと同じじゃない？じゃあウェブライターがブログやったら稼げるんですかって言ったら稼げないわけじゃん。まあ大体のウェブライターは自分でブログやって稼げないからウェブライターやってるパターンが多いわけでさ。ってことは記事書いてるだけじゃ稼げないってことで。で、他のことやらなきゃいけない。まあそれは SNS なのか、その一時情報がどうこうなのか、例えばオフ会に行くのか、まあ SEO 対策とか、ヒーリング獲得するとか、まあやんなきゃいけないことって山ほどあるわけなんだけど、でもそんなことやってる時間あるんですかってない。そんなんやったら記事書けないから。だからみんな記事書く。だからうまくいかないみたいな。っていう人が多い中で、それは代行サービスある方が僕はいいと思うんでね。だからこれに申し込むっていうのは、そのブログをやろうとしてる人からすると僕はプラスだと思うわけ。だから、押すの。だって、うちは申し込んでくれたら嬉しい。で、ブログやってる人だって、それに申し込んでうまくいったら嬉しいわけじゃないですか。もちろん結果としてうまくいかない可能性はある。でも多分自分でやっててもうまくいかないから。それならうまくいく可能性が高くなる方を選んだ方がいいと僕は思うんでね。まあこれはその本人の考え方とか、いくら持ってるかとかそういうのもあるから、一概に言える話ではないけど。だから基本的になんか自社のサービスとかそういうのを紹介しないとか、宣伝しないみたいなことっていうのは、やっぱありえなくて。なんで、何回も聞いてたら申し込みたくなるっていうのはもう、さ、そうなの。人間そういうもんだから。人間そういうもんだ。で、これもね、これも自分が紹介する側に回ってほしいんです。今は、基本的にこれを見てる人っていうのは紹介される側、僕が紹介してる側、この商品めちゃくちゃいいですよって紹介してる側で紹介されてる側。わかりますか？ステージに上がってるのは僕で、みんなはステージの下にいるわけです。要は客席にいるわけです。これを自分がお金稼ぎたいんだったら、自分がステージに上がんないとダメだ。要は自分のブログだったら、自分のブログとか SNS とかそういうところで、自分のフォロワーだったり、自分の読者に対してこれをやらなきゃいけない。だって客席でさ、そのステージとか何でもいいけど演劇とかミュージカルとかライブとかを見ててお金もらえることはなんてありえないじゃん。お金を稼げるってのはやっぱステージに上がってる人の特権だから。特権っていう言い方がどうかわからないけど、ステージに上がってる人でしか得られないものだから。だから自分が、そのステージに上がってないと思うんだったらステージに上がる努力をしないといけない。X でひたすらサジェストキーワードを網羅しているブロガー結構いますよね。自分は結果出していないので何も言えないですが。あれか、別にそれは一つのやり方だからね。別にそのやり方がダメだとは思わないですよ。僕は、サジェストキーワード、サジェストワードを網羅してるブログの何がいいのかわからないけど、全く。そんなブログ何が楽しいんだろうとか思っちゃうけど。別にその人の考え方だから別にいいんじゃない。なんかそれで絶対に失敗するとは言わないし。結局 SEO 対策が上手だったらそれでもうまくいくんで。久しぶりのリアタイです。学長は中地さんの相鏡聞きながら家事や育児をするのが日課になりました。ありがとうございます。心の中にリトル学長とリトル中地さんが爆誕して毎日背中を押されています。昨日のステージに上がるぶっ刺さりました。今日も決めたことをやりきってから寝ます。頑張ってください。ほら、刺さってる人がここにも。繰り返し聞いて新たに気づくこともよくありますしね。こちら側のコンディションにもよるし、何度もお話してもらった方が、お話してもらって助かったこともたくさんあります。まあそうだね。なんかその時じゃね、刺さらない人もいるからね。今刺さらないけど、3ヶ月後だったら刺さる人もいるから。それはその人の状況が変化してさ。例えば今は、例えばね、自分一人でやろうと思ってるけど、3ヶ月間やってみて、いや、これとても無理じゃないみたいな。どう考えてもうまくいく兆しが見えないから申し込もうとかっていう人もいたりするから。結局そのタイミングで言わなかったらもう、ね、その3ヶ月前に1回言ったってそんなん誰も覚えてないから。まあ、だから結局繰り返し言うっていうしかないんだよね。本質的だけど厳しめなお話される方ほとんどいないので、中地さんのお話刺さりますね。大衆系を考えると耳障りのいい話になってしまいます。まあそうね。夢を見せてる方が、たくさんの人に注目されるし、憧れられるから、その方がね、インフルエンサー目指すんだったら都合がいいんだよね。だから別に、これは批判するわけでも何でもないけど、学ぶさんみたいな、ああいうやり方が一番いい。一番、そのなんていうの、インフルエンサーとしては成功する。だってブログのインフルエンサーでさ、あんなにでかくなるって、まずありえない他の方向性だったら。なんか僕みたいな方向性で、ああはなれない。なぜかって言ったら、世の中の人、大半はさ、
そんなに本気でやろうと思わないしさ。まあ言ったら、まあ楽してお金稼ぎたいって思うじゃないですか。だから別に楽してお金稼ぎてっていうわけじゃないけど、なんとなくそういう風に感じ取れるというか、そういうのを期待できるような感じの方が刺さるから。フォロワーも増えやすい。まあ実際ね、学さんとか YouTube も50万人とかいるし。だからやっぱりああいう方向性が、インフルエンサーを目指すんだったらね、いいと思うんだけど。まあでも僕は別にそういうのを目指したいわけでもないし。性格的にそういう話もダメだしね。結局厳しくなっちゃう。ちょっと優しいことを言っても。結局、なんだろう。モチベーションが上がらないけどどうしたらいいですかみたいな。やめたらいいやんみたいなこと言っちゃうんだよね。すぐ言っちゃうんだよね。やめりゃいいじゃんって。お前が始めた物語だろって。やめたいならやめればいいし、やりたいならやりなよ。どっちなのって言っちゃうから。いや、そういうこと言う人は嫌われるの。まあでも、刺さる人がいるならそれでいいかと思って。ここに、だからこうやっている人たちは、そういう話に刺さってくれる人たちだから。だから、自然とどっちでもいいんだよね。なんかそういう、なんだろう、ライト層に向ける話をすれば、そのライト層の人たちがいっぱい集まってくるし、こういう本質的な、ちょっと厳しめな話をすると、そういうのが好きな人が集まってくる。だから、ね、人数は少なくなるかもしれないけど、ある程度、まあコアな人たちというか、離れずにいてくれる人たちがいるから。まあどっちでもいい。なんかそれは、なんか自分の戦略とか性格とかに合わせてやっていくのがいいのかなとは思うけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。